お送りします。コーナー260番のジョージー・ワインゲロフ、まず真のパートナージョージー・ワインゲロフ、260番のタイガー・ジェットシーン、今夜の狙いはジャイアント・ババか、それともジョン・テンタか、お客さんに睨みを聞かせます。360番のジョージー・ワインゲロフ、女性ファン、そして強くなりましたトップレスラーに仲間入り、ジョン・テンタ、ジャイアント・ババ、全日本プロレス創立15周年和田恭平の夢を満たしてくれます、ジャイアントババ。今日この大阪府立体育会館のリング上で懸命なトレーニングをやっておりましたが、ジョン・テンタがですね、このボディリフトを練習してましたよね。これは逆にですね、ウォリアーズの先手を取ってですね、持ち上げるということも十分に考えられますね、はい、十分に考えられますね。一つ今夜その予行演習見せてほしいですね。まあ、新クラスだったらですね、上げてこれ上げられないことはないと思うんですよね。そうですね、グリズリーリフトでもまあ命名しましょうか。しかし勝負は荒れてまいりました。何しろこのアニマルと10センチ25キロの差、フォークと6センチ40キロの差、もちろんテンタが大きいわけですけれども、この巨体を武器にいたしまして、一つグリズリーリフト、見せてほしいと思いますが、さあちょっとそういう展開にはなりそうもありませんね。相変わらず狂気でつきまくります。さあジョン・テンタでやります。カナダでどうやらあのベルトを取ったようですね。そうですね、それだけにですね、やっぱカナダでの評判も上がってますしね、はい、やっぱりこれから日本とカナダやっぱり両方股にかけて暴れるような形になってくるんじゃないですかね。そうですね、まあ、来日した時には UWA カナディアンヘビー級王座のベルトも持参したんでありますが、まあ、全日本マットはご承知のように PWF エリアということでリング上には持ってきません。そういう繊細な神経も持ち合わせております、このジョン・テンタでありますが、さあ拍手はジャイアント馬場選手に送られております。さあ2人がかりの攻撃になってまいりました。竹内さん、それにしましても総重量290というのはすごいですね。すごいですね、さあジャイアント馬場が出てまいりました。試合がもつれてこないうちに一つ先ほど素晴らしい内容の記者会見がありましたので、まずお伝えしてまいりたいと思いますが、それは87年世界最強タッグ決定リーグ戦の、まあ、参加外人選手の発表でございましたけれども、竹内さん、これがすごい、まあ、15周年記念ということもありまして豪華メンバー、ひとまず名前だけをちょっと発表いたしましょう。スターハンセン、テリーゴディ、ブルーザーブローディ、カーネルデビアス、アブドラザブッチャー、TNT、ドリーファンクジニア、テリーファンク、マーク・ヤングブラッド、クリス・ヤングブラッド、リッキー・スティンボート、ジョニー・エース、この2人はどちらかが来ます。そしてトム・ジンク、以上外人選手の発表現在13名、それに日本チームが12名というような発表がありましたが、これはすごいですね。豪華ですね、まさに最強タッグの集大成のような再会ですね。はい、放送の方ではタッグチームの組み合わせ、それから試合カードが決まりましたら、皆様方に放送でお伝えしてまいりたいと思いますが、ということになりますと12チームですか今年。そうですね、豪華ですね、豪華ですね、まあ、大変な史上最大の世界最強タッグ決定リーグ戦ということになりそうであります。11月の22日後楽園ホールが開幕戦、そして11月の30日、いや12月の11日東京日本武道館が最終戦ということになります。まさに今打たれておりますが、ジャイアント馬場選手、この15周年記念ということもありまして、もう豪華絢爛な外人選手を、呼んでくれました。本当にファンをいつまでもファンの夢を満たしてくれますね。まあ、それにですね、ファンにとって本当にやっぱり嬉しい、まあ、顔ぶれがですね、はい、何人も入ってますよね。そうなんですね。ところでジャイアント馬場のパートナーですけれども、ジョン・テンタ最有力候補ですが、どうですか竹内さん。そうですね、やっぱ今日のですね、テンタの出来いい感じはですね、やっぱり馬場テンタ組っていうのは十分可能性ありますね。そうですね。それから注目のジャンボ鶴田の、まあ、パートナーがまだ、X という文字なんですけれども、誰になるか、これまた興味がありますね。興味ありますね、はい、おそらく意外な選手が出てくるんじゃないですかね。そうでしょうね、まあ、それぞれのチームが発表がありましたら放送の方でお伝えしてまいりますが、試合が荒れてまいりました。タイガージェットシンとまともに勝負に行こうというジョン・テンタだ。さあ怪力殺法、グリズリーリフトを見せてほしい、担ぎ上げてほしいですね。見てほしいですね。ねえ、ワインゲロフでもいいから担ぎ上げてほしいですね、はい、アニマルフォーク用のこの新しい戦法かと思いますが、もうほとんど完成しております。さあジョン・テンタ、見せろ見せろ、フロントスープレックスです。これもなかなか怪力殺法でありますので、おそらくザ・ロード・ウォーリアーズの対決でも数々この流れを見せてくれるのではないかと思います。さあ勝負の方だ、相手はジョージ・ワイン・ゲロフ。ちょっともう体では勝負になりませんが、このワイン・ゲロフもアマレス出身なんですけれども、試合のこの流れの形が随分変わってきましたね。ちょっとアマレス出身の変人も見れませんね。もう
確実にこのタイガージェットシンに先導されているというようなそういう感じでありますが、セカンドロープラー、おっとグリズリーラリアットを爆発させてそのまま家庭ベートライター、これはすごい、うーんやりました。あるいはどうでしょう、ザ・ロードはロードウォーリアーズ作戦か、あるいはまたこの世界最強タッグ決定リーグ戦の試し打ちか、トップロープですか、今2段目のロープから打ちましたか、ねえちょっと形を変えました、いわゆるグリズリーラリアットを爆発いたしました。まさにパワー全開のラリアットでしたね。あのシンゴですね、あれだけはちょっと読み切れなかったようですね。読み切れなかったようですね。勝負タイムは7分飛んで3秒、ジョン・テンタ、これまた新しい技であります。セカンドロープからのグリズリーラリアットを爆発させまして、タイガージェットシン、ジョージ・ワイングラフチームを一周した勝負でございました。もうほとんどジャイアント馬場選手は試合のこの作戦を指示するだけでほとんどジョン・テンタにまあやらせましたけれども、呼吸合わせのようなシーンもしばしば見られましたね。それだけですね、このチーム意外とやっぱり面白そうですね。そうですね、ジャイアント馬場ジョン・テンタチームがもしこのままチームを作って世界最強タッグ決定リーグ戦に参加ということになりますと、当然優勝圏内と見てよろしいですか。入ってきますでしょうね。入ってきますね。勝負は7分飛んで3秒、ジョン・テンタ新しい技グリズリーラリアットによりましてタイガージェットシン、ジョージ・ワエンゲルフチームを打ち破りました。